こんばんは。キャプライホフやってきます。なんか皆さん入れてないって、普通に入れたんですけど、なんででしょう。なんでやろうな。おお、ロナウドはいる。サカ当たったんすね。こんばんは。あ、こんばんは、スタートさん。来ていただいてありがとうございます。なんか UT 入れない方いるって。入れて、私入れたんですけど、もうとっとと。スタートさん、今やってますか？UT。僕も入れてますね。不具合ですか？あ、そうですね。なんかアップデしたら入れなくなった人がいるって。私もアップデしたんですけどね。スタートさんもしました？アップデ。なんででしょう。まあできてるんでいいんかな。押し決まった。スタッフさんも入れてたら、まあとりあえず、あ、やられた。あぶね、プロコット。PS4 なのでアップデしてないです。あ、PS4 だなんですね。そっか、じゃあ PS4 版は、私もしかしてこれ PS4 でやってたりしてありえるな 私結構ね、おっちょこちょいなんでね ずっと実は PS4 版やったとか ありえるな。でもフレマしてるからないか、それは。フレマしてるから。さすがコッコ様、UT に挿入、インできるのですね。そうです、なんでかインできてるんです。それ私じゃないですか。ワイさん、ワイさん、そうでしたね私もなんか、もしかして4なんかな、4番やってるんかな、もしかしてこれ。そんなある？いや、ないでしょう。私間違えないように消したんです、4番。ちょっと後でチェックしよう。麦尾様、ありがとうございます。麦尾様、入れてないですか？なんかあったんですか？なんかね、アップデしたら、コッコさんのプロクラブ入りたいのに PS4 なのが悔やまれます。ああ、そうなんすね。そっか、なるほど。じゃあ次回作、ぜひもし5買われたら。この方めっちゃ早い。これ誰？これ私は挿入できません。あ、入れないんすか？そうか、なんででしょう。なんで入れたんやろ。アップデしたと思ったらアップデしてないから。いやいやいや、アップデしたって来ましたよ。お小遣い貯めましょうお小遣いあ、ケンさん、ケンさん入れてないんすか？ティーニーさん入れてないって。ケンさんも、こんばんみえみ。あー、ティーニーさん、ティーニーさん入れてないですか？私挿入できてます。あ、入れてないです。入れてない。あ、ワイさん入れてる。ティーニーさん入れてないの？え、私、
プロクラできなくなりましたよ。あらまあ、私5番ですよね、これ。どうやって見るんやろ、5番かどうかって。あ、本当ですか。あ、5番ですよ。5番になってます。あ、切ってくれた。なんやろ、なんででしょう。え、私アップデートしたよな。アップデートし、ワンリーグやってます。ワンリーグアップデートしましたって出てます。あれ、なんなんでしょう。ワンリーグって何でしたっけ。あー、あれか、カップ戦のやつか。戦績1-0、4班落として入れましたが、感覚変わりそうで怖いですね。あー、そうですね。ちょっとそれは確かに怖いですね。プロクラブも選手違うから厄介ですよね。なんやろ、なんでなんでしょう。まあ、ラッキー、すいません、入れて申し訳ないです。なんか、とりあえずね、今日でプレーオフ紹介したいんですよ。ディビライもねまだ1勝しかしてなくて、まあ、もう今週はちょっと無理かなと思ってるんですけど。BR 発症しておいてよかったです。あ、そうなんですね。これででも延期とかだったらちょっと助かりますけどね。フォー、ああ、スカッシャー、スカッシャー入れてない。 FIFA のツイートにめちゃくちゃエラー出てるってリプが来てますね。あ、本当ですか。じゃあ入れてる人と入れてない人があるってことなんか。夜勤でできない。あー、夜勤すか、スカッシュさん、今日はお疲れ様です。これ誰や、ソンか。アプリでちまちまパック開けてましたが、高齢とかぶって10回もう高齢と先がないんですか、ティーニさん。ティーさん、オクトパストラベラーはもうちょっとなんですか。アプリは入れてますね。リバウドまで作り始めて残りあと一つ。リバウドまで。バン会場に到着しました。あ、ヌギさん、バン会場。ありがとうございます、来ていただいて。ヌギさん入れてますか？別にやってない。オクトラはラスボス前にレベル上げしてます。ああ、そっか、強いって言ってましたね。あれ、ライブアライブみたいな感じで最後は。入れてますよ。入れてますか？あの、全員合流する感じなんですか？ 8 人。全員。全員で最後殺し合いします。あ、殺し合いするんですか。そうらしいです。なのでまんべんなく上げてないので。ああ、そういうことなんですね。この方の守備きつい。オッケーオッケー、合流した。面白そうですよね、オクトパスプロ。ライブアライブ、スーファミの。あ、そう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 です。あれ面白かったですよね。なんかリメイクもされたんかな、されるんかな。あ、イッサさんから招待来た。もう。スイッチ版に来から違うゲームの招待が来てしまった。あ、いけるいける。
例のツイートでフォロワーさんがめっちゃ増えましたが、増えすぎて困ります。困りはしないでしょう。フォロバしても今度追えなくなって困ります。あ、そうなんですね。実は私ね、フォローバーしないんですよ。実はって言ってもあれなんですけど、そうなんですよ。大変じゃないですか。もうわけわからんくなるんで、私はフォローバーしないんですよ。基本あの絡んでリプとかなんかしてくれた方だけフォローし返すようにしてて、そうじゃないと本当にティンさんがおっしゃるようにもうわけわからなくなるんですよ。もうタイムラインめちゃくちゃになるんでね。タイムライン未読100件に愕然としました100件え、100件とか出るんでしたっけ。コッコさんは売れっ子キャバ嬢スタイルですもん。売れっ子なんすか。ティーニーさんじゃないごめんなさい。 PC は出てます。あ、そうなんですね。私も PC で見るんですけど気づいてなかったな。あ、来てくれた。やったまだ一点やったのになんで来てくれたの。フォローさせるけどしないスタイル。いやあのね、大変になっちゃうんですよ本当に。戦績にゼロ。調子いいですね。ケンさん、ティニーさん今送ったやってますよね。ティニーさん今、あ、ケンさん今何やってほしいんですか。あれ、アプリでやってるんですか。SBC とか。あ、4でやってるんかな。自分も今日プロクラ前にプレーオフやりたかったんですけどね。コッコアツが切らせたんやな。ココアツ。オフからは眠くなってきたのでアプリしてましたが、今は PS4 版でアップグレースですか。ケンさんもコンソールでするタイプなんですね。SBC。私アプリでするんで、いつも。スカイさんありがとうございます。そんな風に言っていただいて。このまま勝たせてくれたら嬉しいんですけどね。あ、この方ちょっと苦手かな。アプリの方がやりやすい時ありますが、出ない選手は見ざったいのですよね。あ、わかります、わかります、わかります。そうなんですよ。なのでね、特殊がどんどん溜まるんですよ。特殊、特に特殊出てこなくないですか、アプリだとね。それもあってね、特殊がたまるんですよ。コンソールで SBC とか私ちょっと苦手なんでね。三笘さん入れてる方多いですね、やっぱり。そうなんです。それが 82-83 とかしたいのでコンソールでやってます。あ、そうなんですね。まあSBC やったら4番でもね、あんま変わらへんから。プレミアムミックスの方の解説作ろうと思ってましたけどやめました。はい、やめました。大変ですか。ティーニーさんも私みたいにしても面白いんじゃないですか。毎日 SBC の
評価、ティーニーさんの評価見てみたいな。ティーニーさんそこまでせんでええと思いますね。まあ確かに。ティーニーさん、私の。は入れないので画像が撮れない。ああ。入れないので。ティーニーさん、あれどうですか。こんばんは。ああ。ブンツさん、ありがとうございます。来ていただいて。ブンツさん入れてますか。入れてます。はあ、入れてる。あ、ブンさん入れてるんですね。なんなんでしょう。やっぱ入れる人と入れない人がいる感じなんですね。先週もなんかありましたよね。サーバーに入る。うわー、三笘さんにやられた。この方結構幅狭いな。サイド入れ行きやすいな。あ、嘘、抜けちゃった。やられた。ティンさん、私のブログで書きますか？もしあれやったら。そのツイートやと流れちゃうじゃないですか。コラボみたいなんで、めんど、まあ、めんどくさいし、めんどくさいですよね。めんどくさいです。ティンさんブログとか向いてそうやけどな。そうですね、めんどくさいですね。エクセルでつけてる方がマメやと思いますけどね。私はあっちの方が大変そうだけど。やる気のある時にならあ、やる気のある時にならそっかそっか。まあ確かに今はなくなりました。今はな今はやな、やる気がなくなっちゃった。おお、結構みんな入れてないんか。じゃあでも今フレンドの方見たんですけど結構入れてますね。何なんでしょうね。今 PS ストアで新製品チェックしてます。ああ、アーマードコア6面白そうです。あ、アーマードコア懐かしい。アリソン作りましたか。あ、まだです。被ったら作ろうと思ってるんです。スカシさん、あ、スカシさん作りました。
びっくりした、あんなとこ狙ってくるの、新しすぎるな、それは。あれは初めてのパターンや。アンダーも通るんですね。間違えた。球の強さで通りますね。ああ、そうなんですね。作りましたが、まだ試してないっす。楽しみ。でもスカッと入らないじゃないですか。入るの？スクラッチさん。あ、入れられるか。入れられば、メンバーいますもんね。それをスタメンで使うかどうかなだけで。この方すごい攻めづらい。守備うまいね、この人。大工いるんで、今日蹴れば使いますね。ああ、そっかそっか、大工。そうかそうか、買ってましたもんね、あの S 前に。そうかそうか。さあ、そうかそうかそうか。そうかそうか、レアル、レアルじゃない、リバプールやし。だからちょっと無理なパスしすぎやな。レアル W。 間違えました。ああ。おお。やばい、あっぶねー、あー、入られた、あっぶねー、危なかった。来た、あー、うっそ、来なかった。来た、あー、来てない来てない、危ねえ、危なかったっすね。あー、失敗した。オフサイドかな。オフサイドね、危なかった。おお、危なかった。向こうの人もおおってな。あ、私負けてんのか、負けてんのか。どうでやと思ってた。あかあかあか、急がな。
it's all been a bit too predictable. A lot of passing, but not enough penetration. They have to get crosses into the box. Ah, 来なかった。If they want to get anything out of this. Mbappe. Last chance.ああ、ラストチャンスが。ラストチャンスが。ラストチャンスが。カルロス・アルベルト。いけるか？ないな。ああ、ないか。負けて、負けて、負けてって言ってしまった。負けた。面白いな。うまかった、うまかったですね。すごい攻めづらかったですね。ほとんどボールが前に運べなかった。戦績に1。ハキミ遅れ。あ、コモさん来た。ハキミくれ。ハキミよこせ。ありはない。ハキミよこせ。あ、来た。見えていた。まあまあ、まだ勝ち越してるから。そうですね。まあ4勝できたらいいんでね。ああ、びっくりした。スクラッチさん、今待機中なんでしたっけ？夜勤っていつも待機なんでしたっけ？呼ばれたら行くって感じって言ってましたっけ？待機が仕事って言ってましたっけ？こんばんは。あ、こんばんは。全然マッチしません。アップデの影響ありますか、ね、あ、本当ですかね？本当ですか？深瀬さん、私ガンガン当たってますよ。なんでやろう。おお、この人めっちゃ S です。おお、デブライネめっちゃ S 揃えてますね。あ、ジンチェンコ大丈夫やこの人。そうですね、呼ばれたら行く感じ。ああ、呼ばれたら行く感じ。そっかそっか。こんばんは、犬の顔。ああ、カバさん、カバさん入れないんですか？ありがとうございます、来ていただいて。やってもった。やれた。もう、あ、この人93ムーバッペや。珍しいな。おしょー。あ、失敗した。おー、通った。あれ、あれ、カバさん、カバさん、危ない。カバさん反応ないな。はい、ロナウド。はい、ロナウド。こんばんは。あ、こんばんは。サッキーさん、サッキーさん、ソフトバンク何やってるんですかね。
以前のツイッター社みたいなやつらの集まりかもしれないです W そうなんですね。全然ダメじゃないですか。オフサイドかねえ。リーガまでにはって言ってましたもんね、ラリーガ。あ、またイッサさんから招待来た。もうイッサさん、おお。さらにいいから破壊や筆をプレゼントされ無事やられました W。 あれか、あ、私もアップデートしたんですけど、なんかできてるんですよね。人によるんでしょうね、ほんまやらかし、やらかし企業。おお、読まれてた。私が折り返すこと、もうこの人オッケー。あ、さっきさん土曜日プロクラブの大会するんですけど、参加されますか。ああ、危なかったな。自分のチームの試合があるので行けないです。そうなんですね。下の男、残念残念残念。そうか、自分のとこの試合があるんか。サッキーさん、あ、サッキーさん自分のプロクラブがあるんですね。それは存じ上げてなかったです、すいません。VPG なんで、 VPG VPG って何ですか、さっきさん。そういうチーム名ですか。何やろ VPG って、そういうチーム名なのかな。すみません無知で。自分のチームっていうか所属チームです。そういう所属チームがあるんですね。すみません。はい、危ね。VTG っていうプロクラブでの5大リーグの一つみたいな感じです。あ、そうなんですね。他にもリーグがあります。あ、そうなんですか。全然知らなかった。ありがとうございます、教えていただいて。この方パスコース読むんがねすごい上手なんですよね。カーソルちゃんと見ないと、ほんまパスが。やられた、強いな。
今のはビルドアップのミスからでしたね。マクシマン強いですよね。ねえ、やられましたね。サキさん結構好きそうな感じですね。好きなんでレビューあげました。 W ねえ、見ましたよ。あ、出ちゃった。まあ、まだ同点か。ちょっとやばいな。でもこの方ちょっときついな。正直強いわ。あ、やられた。あ、やられた。さっきもこれでやられたんです。ジーンポー、あー、スクラッチさん頑張ります。スクラッチさん、うわー、今のはもったいなかったな。オッケー、これちょっと、オッケーオッケーオッケー。あー、失敗した。出ちゃった。ああ、怪我してるこの方。ペレさん。もう少し少し。クラフトボス、甘くない、イタリアーノ飲んでます。クラフトボス、甘くない、イタリアーノ。あ、コーヒー好きなんですね、スクラッチさん。私、コーヒー飲めないんです。苦くて。でね、ブラック飲むとね、すっごいトイレ行きたくなるんですよ。僕はビール飲んでいます。あ、シカさん。シカさん、ビールっすか。アイスコーヒーは？アイスコーヒーとかね、無理ですね。もうコーヒー全般無理ですね。コーヒー牛乳とかコーヒーゼリーはいきます。コーヒー飲めないだと。
そうなんですよ。おまんコーヒーは、あ、ほら、ヌーキーさん。ほら、ほら。何ですか、それは。こう。これでいこうか。ボスのレインボーとかは甘くて飲みやすいですよ。そうですね、飲めるのは飲めるんですけどね、そのトイレにめっちゃ行きたくなるっていうね、それが困るんですよ。だスタバ行っても大体ね、お茶です。ティーラテ、チャイティーラテ、夏はチャイリーチャイティーラテ、夜じゃない、あの冬はティーラテ、もうこの2つで回してます大体。え、コーヒー飲むとしこりたくなるんですか？違う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 、聞き間違い、すごい聞き間違いしてる。なんだこれ、間違えた。確かに本格のコーヒー店行くとマジで近くなります。 W、 あ、そうなんですね。まあ、利尿作用ありますもんね、あのコーヒーって。利尿作用ありますもんね。変わりましたね。そうなんです、ほんまがっつりね聞くんです、それが。ああ、コッコさんごめん。あ、タックンどうした、タックン何がごめんなんですか。敏感なコッコさん。来た来た来た。ああ、やっちゃった。今のよう帰りましたね、あの方ね。俺裏切って鳥くんのとこで出るわ。あ、全然いいっすよ、タック。トリさんが出てくれて嬉しいから、そんな裏切るとかじゃないですよ全然。タックンありがとう、むしろトリさんのとこで出てくれて。やられた、よかった。人数が足りなくてって言ってたから、ね、ありがとう。そう、トリさん出てくれたら助かるなと思ったんですけど、出てくれてよかった。これで人数足りるようになったから。ありがとうございます、タックン。こんばんは。あ、末丸さん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いい、タックンやりましょう。試合でね。末丸さん、UT できてますか？なんか入れない方がいらっしゃるって。できてます。あ、できてます。よかったよかった。CF できなくて暇なんで、ゴール全1対1の最強技教えます。なんですかそれ。あ、やられた。暇なんで。マジっすか。1対1の必殺技。そういえばアリソンどうです？アリソンまだ作ってない。無事マッチできるようになりました。あ、よかった、深橋さん。アリソン作ってないんですか？まだ作ってないんです。そのかぶりで作ろうと思ってるんで、まだかぶってない、ま、そんなパック開けてないと思うんですけど。いおりさん、コムバムは。いおりさん、あ、なんで変わってないのこれ。
Zinchenko. L1 右矢印左矢印です。セフレにするみたいなコメントしてたじゃないですか。言ってない言ってないケンさん、もう L1、 あー横にタンタンってするやつですか。あの横にタンタンってなってていいんですか。ヒールトゥヒールの横版みたいなやつですか。あれいいんですか。ココチャス、あータボさんこんにちは。ココさんいるんですか。あ、入れてま、いますよ。入れてますよ。また負けた。コッコさんいますよ。皆さんありがとうございます。入れてますよ。モクさん、いやいやいや、いないですよ。席に。ケンさんがそんなん言うから。マジで抜けます。本当ですか。セフレの話ですよ。横にタンタン。横にタンタンってやつですよね。そうなんですか。タイミング、どのタイミングでやるんですか。横にタンタンってキーパーが突っ込んできたタイミング。よし、突っ込んできて飛び込む直前です。突っ込ん、アリソンは別に好きじゃないけどとりあえずキープって書いてました。好きじゃないっていうは表現はあれですよ。とりあえず作るとは言いましたけど、あれこの方は何やろ、なんか、え、何これ、スカスカなんですけど、なんで、なんなん、何やったの、なんか知らないけど勝てました。なんかおかしかったのかな。クバリア、クバリアですか。戦績さんに配ってくれたのかな。変な勝ちクバリじゃないですか。勝ちクバリか。ありがとうございます、配っていただいて。突っ込んできて飛び込む直前、引きつけてってことですね。さっきさんじゃあトン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 、それ難しいな、練習せなできへんな、それ。コッコさんの圧また来た。ありがとうございますクラッチさん、もうそんな圧が使えるんやったらもうどんどん使って皆さん切ってほしいですね。コッコさんと分かって切る人いそうですね。いやいや、そんなんいないでしょ。私弱いですからね結構。配信者の中で試合したら私底辺ですよね。アレックス・サンドロってなんか久しぶりに見ましたね。カルロス・アブレイト、セルフィオ・ラモス。なんで、あ、ポグバか。だからアレックス・サンドロか。ジノラ。あー、オフサイド。
やっちゃった。横に淡々どっかでさっきさんのやつやってみよう。とりあえず一回ルシオアレクサンドロナタイムリーインターベンション。来たる策から実況解説戸田さん入れてくれ。ああ、戸田さん惜しい。戸田さんいいですね。確かにもうなんか実況陣もあれですかね、世代交代ですか。こんばんは。あ、ピグさんこんばんは、来ていただいてありがとうございます。ピグさん入れてますか UT。アップでしなかったので入れてます。あ、そうなんですね。それはよかった。お、入っちゃった。私はアップでしたんですが入れたんですよね。やっぱりなんかあるんでしょうね。そのあ、あ、抜けちゃった。うっそ、ゲルトミラー、ナイシュナイシュ、相手ですけどその前言ってくれたかなミラーなんかやたら臭いのあって苦手です。ああ、ミラー。ラグがわしかなりあるから。あ、そうなんすか。そういうことか。なんでやろう。ああ、そうか。その出先やからか。出先っていうか。OK。ミラーも。そうなんですね、臭さがあるんですか。ツイッターに上げときました。あ、ありがとうございます。おー、嬉しい。サッキーさんそれリツイートさせてもらいます、ぜひ。あからかなり遠いですからね。ラグがありますね。そこ？スクラッチさん、そこ？うそ、ポール、マジっすか？いやん。いや、今のは正直完璧にやられましたね。押し来た。エリートいけました。おー、タボさんすごい、さすが。もうタボさん1個飛び出た感じですよね。もう
ブレイクスルーしましたね、本当に。はい、ロナウド。はい、ロナウド。はい、ロナウド。みんながアプデしてる間にこそこそ。こそこそ。あ、ディビライ？ディビライやってあげたんすか。早いっすね、だいぶ。今2周目ですもんね。ダボさん、だいぶも、もさってきてるな。モサはみんな今アップでしてフィーファ入れないですからね、フフ。おお、マジでうまい。この方、あのワンツーで抜け出すのめっちゃうまいですね。今のも完全にやられた。あ、やられた。やってもらった。走らせフラスルうまいな。ねえ、うまいっすよね。ここも狙ってるんですよ。今のもたまたまですけど。なんでみんなあんなに上がるの？おお。あれ、ずれた。嘘。やれた。うわー、うまいな。綺麗にやられたな、今のも。あれ、分かってても止められない。あ、変えとこかな。変えとこか。ベラッティで変えとこか。まだ同点ですからね。これ勝ってもうね、プレーオフ早々に決めたいですね、進出。気合だ。気合ですね、スクラッチさん。気合だ、気合だ、気合だ。押し来た。押し来た。もう無理やり押し込んじゃいました。おお、マジで。おお、びっくりした。マジっすか。びっくりした、今の。
守備固めよう。どうしようかな、どうしようかな。調子良いですね。そうですね、ちょっと調子いいかもしれないです。あ、こうしよう。時間あるか、こうしよう。おお、それあんなあるんや。この方引き出しめっちゃ、攻撃の引き出しめっちゃありますね。正直私ねこれ全然うまい、この人。それはオフサイド。攻撃の引き出しめちゃくちゃ欲しいですね。ねえ、この方すごいある。よしよしよし、よしよしよし、なんとか勝った。最後のなんていうか、あの逆転というか、ビハインドの状況であのパス出せるってすごいな。戦績4-2。この方すごい強かった。本当ラッキー、本当正直ラッキーでした。サクサク進みますね。ポー突破おめえ。あいつはポー。スクラッチさんのポー。ありがとうございます。サクサクここ。サクサクここ。タボさんありがとうございます。この調子で6勝を目指したいですね。3幕めちゃ強いっす。ああ、ほんまですか。コッコさん見て3バックでやってみてます。難しいですね。ああ、そうですね、3バック。まあ私守備士は4-4-2ですよ、3バックにしてますけど、やっぱり3バックって引いた時5バックにそのままとなっちゃうじゃないですか。5バック結構難しいんですよね、守備が。メガパックゲット頑張れ。メガパックいいっすね。あー、オフサイド。
あ、サラ。いいな、サラ。Here's how it looks for Wolves. Thibaut Courtois is the keeper of choice. Joan Capdevila starts with Ashraf Hakimi. Oh, it's two positions, and it's two strikers up front who look to provide the goal-scoring threat. やられた。ああ、やられたな。あ、ハベルツじゃない。あれハベルツですよね。オッケー。ちょっとミュートします。そう、underway again, following the goal that made things level. ブンデスのリークちらほら出てますね。今日はミラノダービー。ポテンシャルデンジャー。Well, it was a good-looking sequence, but it comes to an end. Verratti. あ、すみません、失礼しました。あ、そうですね、スクラッチさん。あのね、ヌクンクが。あの、SBC で来るっていうのはちょっと意外ですよね。ちょっとSBC で来るとレートが低くなるのがちょっとあれですよね。去年96でしたよね、ヌクンク。ちょっと93とかやったらちょっと残念。あれ、私1点入れられてる、なんで入れられたんでしたっけ。忘れちゃった、なんで入れられてるのか。多いですね。そうですね、鹿さん。あ、鹿さん、ごめんなさい。ミラノダービー、スルーしてしまいました。ミラニスタでしたもんね、鹿さん。なんで手に入れられたんでしたっけ。どんな。ワールドカップのクンクが100万切りそうですもんね。あ、本当ですか。私、横でさっき点を決めたんですよね。どんな失点の仕方したんでしたっけ。忘れちゃった、本当に忘れちゃった。まあ一回逆転したし。そうですね。そうなんです。もういいやと思ってました。ほんま最近そんな多いんですよ。最近もね、同点やと思ってた、1点負けてたましたしね。もうほんま辛いわ。そんなよう分からなくなって、点差分からへんとかね。あー、スペシャル。
あ、危ない、これ危ない、これ危ない、これ危ない、危なかった。ベリンガム 5.5 できたら熱い。ああ、確かに5-5ありえますかそれ。でも5-5 ベリンガム5-5ありえるかな。レアル移籍個人5行ったら本当なんですかね。ちょっと楽しみですよね、レアル来たら。私レアルもう頭がね UT 中心なんですけど、レアルばっかりなんで選手が来たら面白い。ベリンガム顔がレアル顔。レアル顔。おお。あ、嘘、入った。マジで。あれ決まるか。ベリンガム迎える準備だけしてます。本当ですか、加瀬さん。ごちゃごちゃした。あ、アリソン使ってる。ベリンガム、バルベルデの中盤が熱いな。ねえ、もうしばらく安泰ですよね。うまく世代交代できそうですよね。でね、クロースとか、モドリッチがいいメンターになったらね、2人のモドリッチとか人間的にもできてそうですもんね。すぎるな。ねえ、久保くんもね、シルバーいるじゃないですか、同じチームに。あれ結構やっぱああいう選手と一緒に入れるっていうのはこういろんな意味でこういいですよね。特にシルバーなんか本当にシティにもいたしね、経験豊富やから、ああいうところでこう学んでね。あ、嘘、入った。プレーも、ね、シルバー結構ボールね、ドリブルでキープしてパスする感じやから、久保くんもそういうところを学んでね、吸収いろいろ、まあ教えてもらってるでしょうけど、いいチームいったなと思いますよね、本当にね。いいチームメイトもそうです、監督もね良さそうですしね。こう今までよりもこう久保君のなんかこうプレイスタイルにねチームがフィットしてるというか、フィットした使い方をしてくれてるというかね。押してきた。
Taking it away. Mbappe. And with the goal. Oh, no. Verratti. Just 15 minutes remaining. Chance to do damage. まあ、たらればですけど、香川選手とかも1年目そのあのプレミア来た時にね、ファーガソン監督に結構うまいこと使ってもらってたというかね、上手に使ってもらってたと思うんですけど、あれはやっぱりもう1年、まあ、もう1年ファーガソン監督でやってたらね、どうなってたんやろなと思いますよね。フォーメーションを変えるの忘れとった。だから変やったんや。でもそれでも勝ててたからよかった。よいしょ。おお、取れた、ラッキー。おちんこっこっこ。あー、ダッチさん来ていただいてありがとうございます。ダッチさん入れ、どうですか、UT 入れてますか。タキもなあ、遺跡ミスった感あるからな。ねえ、やべえ、バンされるわ。バンニキ。バンニキ。ツイッチバンニキですもんね、イスさん。今ダウンロード中です。あ、何をですか？あ、再起動してるんですか？再ダウンロードしてるんか。FIFA です。あ、そうなんすね。アップデ中でした。アップデ中？アップデ中か。コンベアー、コンベアー、ありがとうございます。ベアさん来ていただいて。ベアさんいまいちでしたか、あれ、アリソン。よし、5-3。あ、5-2か。ベア、はい、CF ではもう使いません。使いません。ムーンベアスポーツのお眼鏡にはかなわなかったですね。個体値が低かったみたいです。個体、ああ。調子良さそうっすね。あ、ワイさん、あいつ、まあ、CF なん、あ、C、プレイオフなんでね。コッコさん、滝大好きって言ってましたもんね。あ、言ってましたっけ、そんな。スカイツさん。でも好きですよ。なんか、僕のアリソンボケてます。マジっすか。タッチさんも、まあ、プレーオフ、Y さん、プレーオフってこんな感じ、プレーオフはいつもこんな感じなんですよね。だいたい6、7、8あたり、最近は。やっぱりね、CF がきついですよね。まあでも、私もそんな感じです。ね、そうなんですよ。まあやっぱりね、8、ムーンベアさんとか多分8とか、CF きついっす。 そんなんなんでしょうね、やっぱりもっさもさの方は。もっさもさの、さっきポンちゃんと当たりました。マジっすか。僕は入れなかったです。入れ、あ、ダチさん入れなかった。マジっすか。あら、まあ、ポン、え、ワイさん、それはもう空気読んで負けてあげたんですか、ワイさん。まさかそんなポンちゃんさんを
ボコボコにするなんてことは。ちょっとやめなさいよ。10-2で勝ちました。ボコボコにしてる。ワイさん。でもよくボコボコにされてましたよね。本当ですか。容赦ないな。そんな当たるんですね。面白いな。でもきちんとアドバイスは置いてきました。あ、なるほど。草、私見てましたよ。目の敵にしてた。あ、そうなんですね。ポンチャさん配信 Y さん缶の中の缶。おお、ハリケーン。ベルカンプ、おお、ベルカンプですか。あの後も負けて泣いたと息埋めターン言ってました。あ、本当ですか。スキムが出なかった。TOTS ウィークですからね。本気で戦いました。まあその時の状況にもやりますよね。自分が崖っぷちやったらやっぱさすがに譲れないし。ごっこさん、ベルカンプ好きだって言ってましたもんね。スクさん、新しい攻め方してますね。私そんな言ってましたっけ。あの中の人さん、データ中の人さんが好きですよね、ベルカンプって言ったら。私やっぱりね、こうドリブルちょこちょこする選手好きなんでね。昔やったらあのジョーコールもなんで好きやったんですよね。価値譲って一生譲るほど実力ないので今の環境だと。戦いですからね。まあそうですね。手に手を抜くこともないですね。まあ確かに。まあ当たってしまったら、でもよく気づきましたね。あ、ポンチャさんやって。ごっこさん、アイスマンと呼ばれてますもんね。アイスマン？マジで？マジっすか？そんな風に言われてたんですか？そっか、アイスマンか。アイスマンっていうとなんかあれですね、あのロックマンの敵キャラみたいですね。テレテレレー。チーム名でわかりました。その後配信見に行ったら当人でした。テレテレテレドゥフフってやつ。ドゥフフ。あ、そうなの。あ、チーム名。ごっこさん、フライングダッチマンって呼ばれてましたもんね。え、呼ばれてましたっけ。それダッチさん。落ち込んでしまったので申し訳ないと思ってますが、私も TOTS ウィークは本気です。まあ確かに、まあ変に手抜くのも失礼ですからね。でも Y さんから2点取るってポンちゃんさんすごいね。あ、ケンさん全スタンプ来た。攻撃上手でしたよ。私よりビルドアップ丁寧でした。本当ですか。まあ確かにポンチャーさん攻撃はうまい。やっぱ守備が硬いなのかな。結構勢いいいですもんね、攻めの。そんな感じでした。この方、去年の、いや、そうですね。
こねていきましょうか。Y さんアドバイスされていた通り、BF が中途半端になってしまいましたね。そうなんですね。ゲーム守備難しいですもんね。追いかけてくるなら追いかけ続けた方がいいのに、途中でカーソル変えてしまうと私の長い太刀が独走してしまいますからね。なるほど。あ、これ危ない。うわ、嘘、入っちゃった、入っちゃった、しまった、仕方ないな。そう、まあ守備は難しいですよね、このゲーム。どう、ケインはそこから打っても入るんですよ ね。びっくりした。ちょっとまあその前守備私ミスしちゃったんでね、まあ仕方ない。やっぱカーソルミスですよね、守備はね。それでも Y さんから2点はすごいな。ねえ、だいぶ上手になってるんですね、ポンチャさんもね。コッコさん、小学生の時三重のメッシって呼ばれてましたもんね。スクラッチさん、よくご存じで。私、守備は網目の大きいザルですよ。いやいやいや、あれおかしいな。私が小学生の頃はメッシ生まれてないかもしれないですけどね。コッコさん。はい。三重のマラドーナといえばコッコさん。ありがとうございます、バイさん。そうですね。世代的には。いろんなあだ名ありますね。そうですね。いろんな、どういう意味でマラドーナなんですかね。サッカーのプレーやったら嬉しいですけど、そうじゃなかったら辛いな、それは。5人抜いたんですか？あ、え？ケンさん、なんでカタカナにしたんですか、そこ。www え、またしこったんですか？またってなんすか、マラドーナは5人抜きですから。神の手使ったんですか？ああ、そっちか、そっちですか。使っちゃったかもしれないですね、神の手。皆さん優しい W。 私はおちょこちょやから、どっちかって言ったらそっちですね。流れちょっと向こうの方に行ってますね、ちょっと。イッサーがバンされたから私なんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます、ケンさん。頑張るとこちゃいませんか。コッコさんの配信が終始真面目なコメントで埋まったらおしまいですよ。嘘。私そういうのを目指してたんですけど、おかしいな。 Into the final
いつの間にかね、下ネタが多くなっちゃったんですよ。まあ犯人はね、バンされた方なんですけどね。三重のチンチン系配信者といえばコッコさん。それは終わりだ。終わり、マジですか、セコさん。おお。あ、時間ないな。ですよね。数々のアーカイブがチンチンコメントで溢れるのはイッサさんだけ W。 あ、本当ですか。しつけ役がいないと寂しいですね。そうですね、イッサさんがいないとね、やっぱり。あかんな、ちょっと落ち着いて回そうか。落ち着いて。ありがとうございます。落ち着きます。これちょっと、しつけ役は GTA やってますもんね。あ、そうっすね。イッサさんもうプレーオフ終わったから、イッサさんプレーオフと CF しかやらへんから。いた。これレッドかな。イエローか。まのレッドでしょ。これ無理でしょ。来た。おし、ようやく来た。あ、キックオフフラッシュされるとかと危ね。あ、シカさんありがとうございます。めっちゃ来れました。ちょっとね、コマンさんにしましょうか。ちんちんか。あ、だちさん、おい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 。4330ポイントあるので、賭けやりましょう。あ、なるほど。スカさん、どうしましょうかね。ちょっと待ってくださいね。スカさん、ありがとうございます。スカさん、好きですね。ああ。あ、辻村さん、ありがとうございます。辻村さんは入れてるんですか。え、何それ、はよ、はよって何。はよって何。ダツさん動いてる。ダツさんのスタンプめっちゃなんか煽られてる感じする、そのスタンプ。あ、オッケー。はい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 。めっちゃ早まれてる。めっちゃ煽られてる。
コッコさんがヒーロージノラ弾けるかどうかで行きましょう。それマジっすか。スタンプ作成うまいみたいです。あ、自分で言った。それね、かなりのあれですよ、確率ですよ。ほぼ弾かないっすよそれ。コッコさんより色とりどりです。コッコさん、私より、そうですね、私単調なんでね。おー危ね、やられた。うっそマジか。あ、選手帰ってよかった。おお。ってことで確約作りましょう。ポーポー確約か。何、ヒーロー確約？あ、じゃあ今作りかけのやつあるんで、あれそれしましょうか。なんかあのスクラッチさんがいっぱい弾いてたあれ、何でしたっけあれ。11名のやつ、プレミア11名、 81×10。 コッコさん強くなりましたね。あ、本当ですか。ケンさんありがとうございます。そんな言っていただいて強くなったんかな。プレミア11人。そうです、そうです。あれでどうですか ?S 出るかどうかっていうの。結構渋い、あれ。上からではなくて純粋にそう思います。あ、本当ですか。ありがとうございます。もうなったんですかね。なんか、こんなんやったら失礼かもしれないですけど、せっかくいただいて。なんかね、もう、今352使ってるじゃないですか。そんなしょぼいのじゃなくてヒーローにしましょう。しょぼいのって言われた。35に使ってるからね、なんか結局戻っただけのようなね。やった。あ、切ってくれた。おお、そんなしょぼいのじゃなくてヒーロー。ケンさん、そんなしょぼいのとか言わないで。ヒーローを作る素材はないんですよ、私。352ハマってると思いますよ。ありがとうございます。やっぱりこれが私しっくりくるんでしょうね。戦績6、2。やっぱり、伸び伸びというか、割とね、迷いなくプレイできてるっていうのは、このフォーメーションのおかげかなと思うんでね。大事ヒーロー 86.85 なんで余裕余裕。開けてラッシュ出しましょう。そうっすね、どうしようかな。まあ、とりあえずそれ81でいいっすか。ただコッコさんがラッシュ出したら発狂します。申し訳ない。ラッシュなんであんな高いんですかね。あんなって言ったらあれなんですけど、めっちゃ高いじゃないですか。そんなに強いんですかね、ラッシュフォード。失礼な言い方なんですけど、やっぱスキル5、スキル5やから、でやっぱりユナイテッドやからとかあるんですかね。ラッシュ出すならいいですよ。ラッシュ出すなら。今年の活躍がすごいからじゃないですか、ね。あ、そういうことなんですね。
まさにプレミア価格ですね。いてててお、いいとこで取った。ああ、そこ立たれたら嫌なんですよ。立たないで、そのところ。そっか。ですです。ファン価格になってしまっていると思いますよ。それで、それにしても高いですよね。さすがに700万はやりすぎかと思います。ねえ。あ、浮かしてた。ねえ、700はさすがに。なんででしょうかね。バランもやたら強いですし、ユナイテッドの選手は人気あって。そうですね。やっぱ人気もあるんかな。まあ、バランとつな、ユナイテッドでつ。EA もお金になるからだと思いますね。ああ、なるほど。な700？ な700？ って700ですね。高すぎますよね。さすがに。ラッシュフォードに700はちょっとって正直思っちゃいますね。サリバとかアーセナルの選手より強いのはユナイテッドサポでもありえないですよ。ねえ、確かに。なんでアーセナルはあんなに控えめな感じの能力なんですかね、みんな。ユナイテッドサポ多いすんぎ。ああ、やっぱり人気やからなんですかね。にしても高いですけどね。マルキネッリもっと強くしてください。ああね、マルキネッリお願いします。ブーツさん、何これ。あ、ラッキー。これはラッキーやった。開けた。おお、7勝いった。じゃあそのマルティネッリもウーデゴアも抜群に強くないのがおかしいですよね。ああねえ、戦績7-2。じゃあそれちょっとパックやります。さっき言ってください。今2機と触れまして負けました笑い。あ、本当ですか。スカッと強くなってますもんね、2機さん。これか、これもうすぐ作れるんでこれやりますね。どうしようかな。いや、 TOTS が出るかどうかで出しますよ、皆さん。あのゴール前の落ち着きは見習いたいね。え、本当にうまいですよね。しかもなんか、しかもっていうか、なんていうんですか、ATO、ちょっと待ってくださいね。プロクラブの時ってやっぱり自分がやってる時よりもちょっとこう緊張するというかね。え、出しました。 TOTS 出るかどうか、みんなが見てるっていうか、出る。ジンチンチンにかけます。あ、何ですか、ジンチェンコですか。お出るかな、出ないかな、どうすかね。結構ありますね、なんだかんだパック開けてるからか。風見ろ。これ6、これ使っとく。1400しかなくてすみません。いいけさん。
これでいこうかな。カゼミロ出たらください。ああもうそれはもう全然全然あげても全突破しました。マジっすか。ちょっとねあのセリあのプレミアの選手ねちょっと多めにしときますね。かぶったら嫌やから。桑名から名古屋近いでしょ。あそうっすね、30分ぐらいですよ車で。ムンさん、ムンさんどの辺届けてください。その辺ちょっと風見ろいらんみたいなの良くないですよ。いやいや そういう意味じゃなくて、私多分使えないんですよ多分。苦手なタイプの。風見ろめっちゃ欲しいです。あ本当ですか。この風見ろ遅れ、これでいこう。よし行きますよ。風見ろよこせ。あしまった。あしまった。皆さんこれ裏に行っちゃうんじゃん。アホやった、アホや。バック出てくるかな。アホやった。すいません。何作ったのに。答え聞かない。ちょっと今の削除してポイント返しますって。すいません。あ、クソさんありがとうございます。ニキさん、ブンツさんとフレマしてたんですよね。うわアホやったな。ちょっとおダブリ。あ、ニキさっきはありがとう。申し訳ないです。草。じゃああれ作ります。おいおいおい、あれあれあのこれ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 しょぼいか。EFL かないとかダメですよ W。 これこちらこそ急なお誘い乗ってくれてあざました。これ作ります。これこれ何でしたっけ。これで勘弁してください。これで80そんなしょぼいのダメですよ。しょぼいしょぼい。80、90。そんなアホやった。パックパックやったらあかんのか。あこれもこれもパックなんちゃう。これピックパックや。これもあかんや結局。すいません皆さん申し訳ないです。パックですね。パックでしたね。もうパック出てくるまで他のパック開けましょう。あー被るまで、被るまで、被るまでに S 出るか。やりますか。そうしますか。速攻被るかもしれんけど。開封祭り来たわ。じゃあ被るまで開けます。被るまで開けるのでそれまでに TOTS が出るかどうか。いきなりこう無理そう W。 60パックくらい開けましょう。すぐ被るんですよ。だいぶ減ったんですよこれでも。このここずっとこれ開けていきます。これ被ったら即クイックで。いや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 、被るまでです。被るまで。いきなりの開封祭り。でも被ったら。ごっこさんのチンチンが被ってますね。ほらほらほら、ダッチさん。被ったら終わりですよ。被ったら。これも開けます。スモールゴールドプレイヤーズ。これトレカやから、これは被っても OK で、ここから被るまで開けて、S が出るかどうか。いきますね。全然出てこないんですよ。これ。だいぶ開けたんですけどね。まったのが。これいつの時のなんですかね。これあれか、タイタン SBC のやつかな。アップグレード私途中であれ50で諦めちゃったんですもん。まあさすがにこれ出るかな。でも私昨日スモール、あ
かぶるって言い過ぎてくさそこ念押しとかないとね、ちょっとね、あの昨日でも、あ、ちなみに今そんなにアップグレーに回してるんで、このでも81以上は結構あるかな、81はあんま持ってないんですよ、82以上はあるかもしれないですけど、あの昨日私でもあのレア選手2名パックで TOTS ジンチェンコ出ました、バラント、なんでこれも結構可能性ありますよね。これちょっとなんかあれですね、女の方の化粧品みたいな、ね、え、コッコさんバラン持ってるんですか。あ、 すいませんケンさん、昨日ね当たっちゃったんです、バラン、すいません、すいませんケンさん、申し訳ないです、すいませんすいませんケンさん、マジか。そうなんです、マジです、もう本当に当たった時に検査にあげたいと思います、本当に本当に申し訳ないすいません、よし行きます、まずこれから行きますよ、 TOTS 出るか、せーのドン、サリバと交換してください、もう全然交換したい、本当にね検査にあげたいと思って、すいませんの声小さすぎました。あ、賭けに乗り遅れた。あ、ぬきさん。そっか。乗り遅れちゃったか。どんどん行きますよ、サクサク。バランに聞いたら明日、ラッシュと来るよと言ってましたよ。あ、本当ですか。じゃあこれでラッシュ来たら。おお、びっくりした。なんか出た。びっくりした。特殊来ましたね。まだ行けますよ。どんどん行きますよ。TOTS 出るか。ああ、下のライト光った。おお。この方さっき使いましたよね。使ってない？あ、よかったよかった。いきなり変わるとこやった。危ない危ない。結構いいっすね。85。もう一回いきますよ、かぶらないで、本当にかぶるのだけやめてほしいですよ、ね、あーこれしょっぱいですね、あーこれ嫌な予感するな、あ皆さんすいません持ってるかなこれ、あ皆さんすいませんすっごいしょっぱい今年しまって、すいません結果出します、82以下はクイックで、延長戦、82はクイックでしょう、クイックしないっすよ、クリッククイックしないですよ、はい、じゃあもう一回だけ83以下クイックですよ、いやいやそんなんないっすよ、私全部回してますよ、もう一回だけやりますね、さすがにちょっと早すぎますよね、ですよね、30万以下はクイック、いやいやいやおかしいおかしい、ミキさんそれおかしい、結果もう一回だけラストチャンス結果よそうっすね、コッコさんは100万円のクイックでしたか、ぬきさんぬきさん攻めますね、テレ以外クイック、おかしいおかしい、行きます、 S 出るか、もう本当に次かぶったらね、出ないにかけてる人もいるんで、
あれ、コンカさん。コッコさんが好きなアーティストのライブ行って2曲目でライブ終わるって納得しますか？テレが吹いて。それまでか、歌。すみません、本当に申し訳ない。すみません、もうかけ出ないにかけてる方もいらっしゃるんで、これはすみません、もう出させてもらいます。これしょっぱ。すみません、結果出ないです。しょっぱ。まれに見るしょっぱいかけでしたね。スクラッチさん、おめカバさん、おめでとうございます、スクラッチさん。あ、ダッチさん、あ、ダッチさん、あ、ガイエルさん、ありがとうございます、かけていただいて。かけとして成立してないやろ。すいません、申し訳ないです。あかんかったな。これ何、これ、おえ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 、すいません。あと1試合ポイント増えた。あれ、間違えた、私もしかして。84クラスくらいので勝負させてくださいよ、勝ち誇った顔。また間違えた。あ、私間違えちゃった、またやっちゃった、また罰としてドラフトやってください。あー、またやっちゃった。あー、やっちゃった、すいません。 S で単価、おえ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 、出てない、出てない。あー、間違えた。間違えまた間違えた、すいません。ガイエルさん、ダッチさん、あー、やってしまった。2回目ですね、すいません。これまたね、粛清ちょっと試しときます。そうなんですよ、そうなんですよ、やっちゃった。お腹の調子悪いので今日はここいらで早退します。あ、猫さん、ありがとうございます。猫さん、お腹調子悪いんですね。わー、1400が1500に増えました。すいません、またガエルさん、申し訳ない。あのね、ポイントのとこ押してもらうとね、猫さん、お大事になさってください。割引券ってあると思うんです、これにプラス割引案件、割引案件、何かすみませんでした。もうグダグダです、すみません。グダグダで、本当グダグダで申し訳ないです。ダッチさんとカイさん、そこにちょっとすみません、割引券作らせてもらいます、申し訳なかったです、すみません。うわー、ほやった、申し訳ない。ガイレさん、すいません、フォローしてきてくださったばっかりやのに申し訳ない。ダッチさんも、私がやんや言ったせいで、すいません。いい、とんでもないです。とりあえずあと1試合やります。いやー、すいません、なんかぐったぐたでしたね。儲けました。 W スクラッチさん、よかった。早くぐたやりたくて慌てるから。いや、そうじゃない、そうじゃないです。ご挨拶もできておらず、すいません。ガイレさん、申し訳ない、せっかくフォローしてもらってポイントかけてもらったばっかりのに、こんななんか失態を。情けない。よし、これちょっと発祥チャレンジ頑張ってやります。すいません、ガエルさん、ダッチさん、なんかね、もう、ああ、ロナウド、ほんまね、おちょこちょいですね。何やってた、何やってんだろうな、ほんま。ガイさん、またよかったらかけてください。すいません、今度はミスしないように。やっぱ油断した時にミスしますね、 FIFA と一緒ですね。おお、オフサイドじゃなかった、なんかループになっちゃった、最後決してあれ、なめプしたわけじゃないですよ。風邪をひいてるので寝ます。あ、猫さん、ありがとうございました。お大事に、猫さん。おっちょこちょいちょい、もう本当にね、おっちょこちょい。え、今ファール？ファ
ょっとかわいそうですね、今のファウル。痛い。あ、早い早い。ハキミか。コッコさん、私コッコさんのドラフト見てみたいです。ドラフト？ドラフトってなんすか？あのドラフトスカッと組んでやるやつですか？ドラフト見てみたい。あ、やった、また危ない。この方めっちゃスライディングしますね。いつからブンデスですか？あ、金曜の2時からだと思います。鹿さん、ちょっとね、フリンポンいいなと思ってですね、サブでフリンポン欲しいな。結構フリンポンあのね使ってたんで、黒サブで黒をね、ドラフトスクラッチャー、ドラフト見てみたいってどういうことやろ。リアビーも来るっぽいじゃないですか。あれってどうなんですかね。あのロードトゥーザファイナルも来てるじゃないですか。あれより強かったら、まあでも逆足さんとかそんなんで来るか。55では来ないですよね。選手ランダムで選んでやるオンラインドラフトです。そうなんです。あれ見たい、見てみたいんですか。どんな選手が来るかってことですか。やれた。そう、そう、あ、一回じゃあやってみましょうか。これ終わったら、お、やられた。どんな選手が来るかのやつです。おお、嘘、外した。今のもったいない。あれもね、長らくやってないですね。あ、間違えた。カマビンガ。
Pele. And that was Pele. Mbappe. よし来た。これ買って8勝行きたいですね、せっかくやったら。これ今私7勝でしたっけ？ 7 勝ですよね。よし、頑張ろう。しっかりつないで。あー危ない。ああ、オフサイド？違う、およかった。よし、来た。これは大きいぞ。あ、オフサイドか。はい、危ない。もうもったいない。ああ、しかさ。ああ、やられた。おお、危ねえ。あ、早い。
キャンだ。まあ、ちょうどブラインドになって見にくかったからシュート分からんかったんかも。アプデしてフィーファー開けなくなったので寝ます。アタック、マジですか？ドラフトは CFR フォメを使うのがポイントです。ああ、あ、そうなんですか。へえ、なんでなんですか？あ、CF が絶対出るから。勝手にアプデしやがった。勝手に。今日皆さんそれにやられてますよね。おやすみ。おやすみ。今のラッキー、ちょっとメッシに出したつもりだったけど取っちゃった。CF に強い選手が来る確率が多いからですね。ああ、なるほど。あ、そうなんですね。よし、発症、いいんちゃいますか。おっしゃ、CF もね、こんな感じで勝てたらいいんですけどね。シカさん、あいつはなんすかこの顔。よう選びましたな、これ、なんすか。あー、カバさん、ありがとうございます。いい、まあ、プレイオフなんでね。これ開けられたら開けたいな。裏にやっぱ行ってるか。あ、そっか、ぶってんや。よし、じゃあ今日はこれで終わりにしましょうかね。オッケー。よし、じゃあ今日はね、なんとか8勝3敗。あ、8勝2敗か。いい感じで最後、プレイオフできることできました。皆さんありがとうございます。今日もでも、なんとかアップでうんぬん感じだったんですけど。終わりにするんかい。忘れとった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 これは忘れとった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 ごめんなさいごめんなさい。CFR ポジションか。これかな。あ、これでも352やるから352でやってもいいですか。自分のやりやすいやつで。でも一緒か、そんな。これでやってみますね。あ、これで TOTS 何枚来るか。あ、もうそんなやめましょうね。やめましょうか。選手だけでも見せてや。いきますよ。おわ、しょっぱ。ガリンシャかな。
きなりがいいですよ。しょっぱいですね。スカさんこれ好きなんですね。これ見るの。うおー結構しょっぱいな。ディナターレ。あーコマン。国籍めちゃくちゃやな。あーいいか別にヒーローばっかりやから。おーベルシル来た。これちょっと嬉しいですね。CF、 あ本体 CF ばっかり。おプシュカス、プシュカスも余っちゃいますか。そういうことか。俺好き。そうなんですね。うわ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 、これは結構厳しいな。さっき誰でしたっけ。あまあいいか、何でもいいか。この方、あしまった、あれかリープレミアでした方がいいかな。ちょっと嬉しいのよね、ちょっと嬉しいですね。おお微妙やな。メンディーかな。いや、え、なんですかね。おお、マルキーニョスいんちゃいますか。あ、あら、あマルキーニョスかな。あ、ゴールキーパー。いや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 、しょっぱいな。おお、コマン。コマンか。あ、トモリンいっちゃいますか。わあ、これはしょっぱいな。GK ショボ。GK ショボですね。なんか怖い。あ、来た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 。クルトワでしょ、これは。もう、ケミとか気にせずね。お、いいじゃないですか、結構。クリバリー。いいっすね。あ、でもそうか、トモリ入れたら、まあ別にいいか、ケミとか。あモンティエですね。モンティエで結構使ったことあってよかった。タックンがね、なんで正面写真なんやって言ってましたよね。ケミとか気にせず W。 なんかもういい選手行きたいっすよね。おザカリア、あマネ CDM ありましたっけ、ポジション。なんやはいか。おお、あビニ来た。おお抜く。ビニでしょ。コマン。コマン ST にします。おお。ないよ W。タジシ。ないよ。ない。嫁こんばんは。嫁こんばん、あ、おー風見ろ、おーアザール、あーでも使わへんな。あ、ソンいいですね。結構いいんちゃいますかこれ。こんなもん使ってもドラフトって。あ、順位は伊藤来た。あうわしょっぱい。監督一試合行きますか。一試合行かないっす。もうこれ行かないっす。これでやめときます。どうすか、プシカシ引きは弱い方ですね。あ弱い方っすか。そっか、普通ペレとか出たりしますもんね。ケミ3や。ビニ嬉しいな、ちょっとこれ買おうか思ってたんでね。
行かない W 行かない、ちょっとめんどくさい試合するのこれ。またなんか目標来た時ね。5万シーンかな。あ、なかなかいいっすよ。私ね引いたんです、このまま。結構ね、タイプ的には、まあ、リーン系に近いんで、オワイランみたいな感じですかね。ちょっと、多分ビニーと。約束気にならない？ああ、そうですね。うん、まあ、控えで使ってるだけなんでね、そこまで、うん、そこまでですかね。うん、そこまでかな。まだまだそんな逆足で打つようなシーンがないんで、ちょっとやっぱスタメン聞いたんですよ。学さエースカットやな。ありがとうございます、ありがとうございます。まだまだ強化しますよ。もうリーグワン来たらね、リーグワンとセリエじゃない、ラリーが来たらね、結構開けようかな。バランが控え、まあ、そうそう、入らないんですよね、これ。これは、スカットに。なんで、ちょっと、申し訳ないんですけどね。割と最近ね、引きが良くて、この辺結構、当たったんで、いいかなっていう、感じですね。この方もなんか、何回で当たったんですよ。忘れたんですけど。ぴょんと出てきて。よし、じゃあ、今日こんな感じで、終わります。皆さん今日もありがとうございました。明日はプロクラブしますので、大会前にね。ああもぐさん、もぐさん、ああタモさん、ありがとうございました。ああシカさん、お疲れ様です。もぐさん、お疲れ様です。お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。今日ガイルさんいらっしゃいますかね。申し訳ございませんでした。ダッチさんも楽しかった。おつん、ああシカさん、ありがとうございます。またね、その割引券作っときますんで、申し訳ないですけど、まだ発症できてよかったな。じゃあ皆さん今日はこれで終わります。今日もありがとうございました。皆さん失礼いたします。おやすみなさい。